秋乃さん、ごめん、お待たせ。あれ、救護員のそばに馬車っぽいものは見当たらないわね。待ちきれずに先に行っちゃったのかしら。なあ私を侮りすぎですわ、サレンさん。たっぷり社会経験を積むことで私も多少は辛抱強くなったんですな。はっ、この高笑いは。秋の、あんまり夜中に騒ぐと近所迷惑よ。ごめんあそばせ。っていうか、どこを見てますの、サレンさん。こっちですわよ。こっちって、うん、声はするけど姿が見えないわね。どこにいるの。だからこっちですわ。上です。あなたの真上にいますわ。もしかしてそれって飛空艇。すっごい、初めて見たわ。もう実用化されたのね。ふふん、我がヴィスタリア家の開発力は世界一、ご存知でしょう、サレンさん。まだ開発段階の試作品ですけどね。火球の事態だというので、お父様に無理を言って貸してもらいましたの。目的地の牧場は山の上ですけど、空を飛んでいけば一瞬で到着しますわ。それはそうね、助かるわ。大幅に移動時間が短縮できそう。あんたって基本的にポンコツのくせに、常人では思いつかない方法で最適解を選んじゃうのよね。それは褒めてますの、けなしてますの。いいから乗り込みなさい。時は金なりですわ。いつも私に偉そうにそんなお説教をするのはあなたでしょ。これは一本取られたわ。あ、でも乗り込めってどうすればいいの。そんなデカブツ、こんな入り組んだ街中には着陸できないわよね。あ、どうしましょう、考えてませんでしたわ。いや、そこは考えときなさいよ。なんであんたはいつも肝心なところがすっぽ抜けてるのよ。縄ばしごか何か下ろしてもらえたら自力で這い上がるけど。ああ、それなら常備していますわ。玉木さん、こないだ悪徳資産家の屋敷に忍び込んだ時に使った縄ばしごはどこですの。悪徳資産家。あんた、ヤバい商売に手出してるんじゃないでしょうね。決して。私は常に正義の道を歩んでますわ。それもご存知でしょ。この秋のヴィスタリア、お天道様に顔向けできないことは絶対にしませんわ。はい、縄ばしごを固定したので登ってきてくださいな、サレンさん。うん、盗犯の経験はないからちょっと不安だけど。あ、じゃあ補佐しますわ。スルスルっと。はい、着地。一緒に登りましょう。お手をどうぞ。ありがとう。ちょっと見ないうちにあんた妙な技能を身につけてるわね。きっとお互い様でしょ、サレンさん。かつては何者でもない可愛いだけのお嬢様だった私たちが、おのおのの人生を歩み、それぞれ得たものがあるはずですの。それを確かめ合いましょう、マイフレンド。移動時間は短いし、おしゃべりしてたらあっという間ですわ。はぁ、相変わらず嵐のようなお方みたいですね、秋野様は。
いいなぁ、飛空艇って。私も乗ってみたい。まあ、そういうのは、すべて片付いて平和になってから、おっと。あの、スズメお姉ちゃん？何の騒ぎ？びっくりして目が覚めちゃったよ。ああ、ごめんなさい。真夜中ですもんね。みんな寝てたのに起こしちゃいましたか？心配しなくても大丈夫ですから、ゆっくり眠ってくださいね。そっか。またシャドウが出たのかと思った。怖い。最近ずっと夜は不安で寝不足気味ですよ。はあ、かわいそうに。でも大丈夫ですよ。安心してくださいね。みんなが安らかな夜を過ごすために私もお嬢様も頑張ってるんです。あの方もきっと。あのお兄ちゃん、もう帰ってきたの？ああ、いや、まだ。ちょっと帰りが遅れてるみたいです。なんか、遠くで事故みたいなのがあったらしくて、足止めを食らってるようですね。なんて、こんな説明でごまかしちゃってますけど。でも、本当のことを教えたら、子供たちをさらに不安にさせちゃうし。早く帰ってきてくださいね。どうかご無事で。みんな、私も心配してますから。ん？お兄ちゃんまだ帰ってきてないの？いや、でもお兄ちゃんのお部屋で何か物音がしたんだけど。え？いや、そんなわけがないですけど。もしかしてまたシャドウが出てきたとか？やだやだ、怖い。私ちょっと様子を見てきますよ。二人はここにいてくださいね。ヤバそうだったら私を置いて逃げてください。何かあったら大声を出すんですよ。うん、スズメも気をつけてね。怖かったら一緒に行ってあげてもいいよ。大丈夫ですよ、あやねちゃん。どうか安心してください。あなたたちを怖がらせるすべてのものはスズメお姉ちゃんがやっつけてあげますから。ドキドキ。お帰りになられてるんですか？返事はなし。これは本気でシャドウや魔物が入り込んでるのかも。怖い。でも子供たちはもっと怖くて不安なはず。お嬢様に留守番を任されたんです。私が何とか対処しなくちゃ。部屋に入っちゃいますよ。在室されてるならお返事してくださいね。じゃあ失礼します。シャドウだかなんだか知りませんが、どっからでもかかってきなさい。主様。